東京ダイムは1回戦で敗退してしまって、ちょっとね本当に自分のフリースローを落としてしまって負けてしまったんで、本当にチームには申し訳ないなっていう気持ちがいっぱいで、まあ、ただ、まあ、こういう無観客の状況でもアベマさんがライブ配信してくれたり、こうライブの向こうではファンの皆さんがすごい応援してくれていると思うので、まあ、その応援に関してはファンの皆さんにプレーしている姿を見せれてよかったなと思います。そうですね、本当にオリンピック効果はすごい感じてますし、こうオリンピック後の初めての大きな大会というか、こうプレーオフっていうのは非常に大きい大会だったので、もう自分の周りでもすごい反響は感じているので、オリンピックでこう 3x3 を国民の皆さんに見せれてよかったなと思います。オリンピックは本当にもう特別な舞台で、自分自身は2014年から日本代表に入ってますけど、オリンピックはまたいつもの代表戦とは全く違った雰囲気で、会場もそうですけど、こう応援してくれる人の数もそうですけど、支えてくれる人たちが本当に多くいてオリンピックができたなっていう思いなので、特別な舞台に自分の大きな夢として立てたのは非常に嬉しく思いますね。そうですね、まあ、このプレミアができる前のエグゼの地域のトーナメントからずっと自分は出てますし、まあ、そういった意味ではもうずっと 3x3 をやってきて、こうエグゼさんとも 3x3 を一緒に盛り上げてこれたなっていうのはすごい感じてますし、まあ、ただでも重要なのはこの東京オリンピック後の 3x3 だと思うので、まあ、自分自身も普及だったり強化に力を入れていきたいなと思いますし、まあ、エグゼさんもこれからも一緒にこう盛り上げていければなと思うので、この先が大事ですね。まあ、5人制とはやっぱり全く違う競技ですし、もう自分も全く違うスポーツだと思って取り組んでるのは確かで、まあ、こういう 3x3 が、まあ、いろんなところでできるじゃないですか。なので全国各地でどんどんもっとコンパクトスポーツなので試合をやったりとかイベントをやったりしたいですし、まあ、そもそもはストリートのカルチャーなので、もっともっと子どもたちにこの 3x3 で遊んでほしいなと思いますね。まあ、パリ五輪も3年後に控えてますし、まあ、こういうふうに国内ゲームは積極的に出場したいんですけれども、まあ、自分自身 B リーグの越谷アルファーズっていうチームにも所属しているので、まあ、B リーグのシーズン中は B リーグの越谷アルファーズでしっかり優勝を目指して B1 目指して頑張っていきたいと思いますし、まあ、そのシーズンが終わったらすぐまた 3x3 に入ると思うので、まあ本当国内だけじゃなくて海外のトーナメントにたくさん参加してプレーすることがまた自分の成長につながるし、それが日本のためになるので、本当にまあ来る試合一つ一つもう 100% で戦って、もう3年後あっという間だと思うので、そのパリに向けてしっかり準備していきたいと思います。そうですね、本当に外国人のプレイヤーとやることは日本人選手にとっては成長しかないので、今はすごい厳しいですけれども、まあ、こういうコロナの状況が落ち着いたらもっとたくさんの選手に来てもらいたいですし、海外の選手とやることによってレベルアップするので、まあ、それは本当に間違いないと思います。もっともっとたくさん来てもらいたいなと思うし、で僕たちももっとたくさん海外に行ってトーナメントをこなしていくことが大事だと思うので、まあ、本当に世界との差っていうのはそこだと思うので、どれだけ多く世界と戦えるかっていうことだと思うので、それは日本代表の強化にもつながってくると思うので、そこは自分も大事にしたいですね。まあ、正直きついこととか辛いことの方が多いとは思うんですけど、まあ、それ以上に試合に勝ったりとか、試合をしていくうちに応援してくれる方だったり、こういつも支えてくれる方たちの頑張ったねとか、よかったよっていう言葉っていうのが一番自分の中でモチベーションになってて、やっぱそういう人たちのために頑張りたいと思うし、なんだろうな、こうもう自分だけのバスケットボールじゃなくて、こう応援してくれる人たちだったり支えてくれる人たちのためにやってるので、まあなので、まあ厳しいことがあったとしても頑張れるのはそこがモチベーションです。本当にチャンスはどこに転がってるかわからないし、夢をつかむのも自分自身なんで、本当に今好きなことだったりやりたいこととか目標ある子たちもたくさんいると思うんですけど、本当に、まあ、きつかったり苦しい時もあると思うんですけど、必ずその目標を見失わないでしっかり我慢してやり続ければ、いい結果が絶対ついてくるので、絶対そこのチャレンジ精神というのは忘れないでほしいし、
自分自身もこれからその挑戦する気持ちっていうのもどんどん見せていきたいと思うし、どんどんチャレンジしていきたいので、一緒に盛り上げていきたいですね。